R の音、R で終わる二重母音は主にアメリカ英語での発音です。イギリス英語では R が落ちて発音されませんので気をつけてください。本動画の発音チャンネルでは主にアメリカ英語の音を解説練習しています。 R の音は接近音と呼ばれる子音の一種ではあるものの、他の母音と画面上矢印の方向の順番で発音され二重母音を形成します。今回は単母音あから r の音に移行する二重母音 r です。この二重母音は口を大きく開き、舌を落ち込ませて発音する母音あを発音した後、口を少し閉じつつ舌を反り返らせた音 r へと移行します。この二重母音はアルファベット18番目の発音 r と同じです。なお、辞書によって表記法が異なる場合がありますが、同じ音を表していると考えて問題ありません。この二重母音が現れる小数例のスペルパターンから見ていきます。アルファベット EAR の部分において今回の母音 R が現れる場合、心、Heart。また、アルファベット UAR において R が現れる場合、守る、守衛、Guard。特にアルファベットの EAR のスペル部分については、今回の母音 R で発音されるよりも他の母音の可能性が高いです。例えば以前見た二重母音 Ear を用いて発音する語 Appear, Beard, Clear, Dear, Ear, Fear, Gear, Hear, Near, Rear, Tear, Ear があります。また以前見た二重母音 Air を用いて発音する語Bear, Pear, Tear, Wear などもあります。この2つの語はスペルが似ていますが、母音の発音の違いおよび意味・品詞の違いに注意したいところです。左側動詞 Hear の過去形過去分詞形は、以前の動画で見た曖昧母音 U から始まる母音 R を使って Heard と発音しました。それに対し右側の語は口を大きく開けて発音する母音 Aから始める今回の母音 R を使って発音する心を意味する語 Heart でした。 Heard, Heart, Heard, Heart。 この2つの母音の違いについては次の動画で特集していますので参考にしてください。今回の母音 R が最もよく使われる場合はアルファベット AR のスペル部分です。B 動詞、主語が複数または二人称単数の場合の現在形が強く発音される場合 R、 腕、武器、 Arm、 芸術、技術、 Art、 棒、お酒を飲む Bar、 Bar、 吠える、 Bark、 車、 Car、 カード、 Card、 暗い、 Dark、 遠い、 Far、農場 farm、 硬い、一生懸命に hard、 害を与える harm、 火星 mars、 許す pardon、 公園、車を止める park、 部分 part、 利口な smart、 星 star、 始める start、 狙い target。以前の動画で見たようにアルファベット AR がある音節にアクセントが置かれない場合は R で発音されました。 Forward, Grammar, Mastered, Particular, Regular, Similar, Sugar, Standard。 英語におけるアルファベットと発音の非対応には十分気をつけましょう。では文章を読みながら今日のまとめです。まずは暗い夜の星空のもと犬が吠えているという意味の文章を続けて発音してみましょう。 A dog is barking under the stars in the dark night。 A dog is barking under the stars in the dark night。 A dog is barking under the stars in the dark night。その子供は賢く、自らを敵から狙われにくくした。 The child was smart enough to be a hard target.
The child was smart enough to be a hard target. The child was smart enough to be a hard target.彼はバーでカードを拾い、外へ遠くへ進み始めた。He picked up a card at the bar and started to go far out. 農場主は畑に車を止めた。The farmer parked the car in the farm field. 田んぼ院、あ。から、へと移行する二重母音 R 単語訳、文の発音を通し耳と口で何度も反復練習しましょう。